戦いってなんだ。ライフ。シュートの鉄人アントニオ・カルバーリョ。2005年リオン・タケシに初黒星をつけ、翌年シュートのカリスマの夢を豪快に打ち砕いた。そして今年5月、シュートの子日置初と対戦、進化する新時代のエースを破り、自らの実力を証明してみせた。さらに7月には立ち技のルールに初挑戦、ダウンを奪い見事な勝利を飾った。日本に住み格闘技を学ぶカルバーリョ、現在世界ランキング1位。その目標はただ一つ。 The only championship I value is the Shooto World Championship。 日本を愛する心優しきシュートの鉄人、勝利のたびに泣いて喜ぶカルバーリョ、今宵も出るか泣きバーリョ。In one way I'm happy he's back in Shooto、so the Shooto fans can see him fight again and I hope to make an exciting fight for the fans、so、どうもありがとうございました。戦いってなんだ。喧嘩だと思ってやってます。シュートは燃えているか。待たせたな、帰ってきたぜ。メイドインストリート、高谷博之。幼少期から路上の喧嘩でその拳を鍛えたリアルストリートファイター。そのファイトスタイルはシンプルそのもの。殴るか、どつくか、しばくか。そしてもはや伝説となったバーリングとの一戦。問答無用に脳天をえぐってみせた。一気にライト級1位に駆け上がった高谷は一躍時代の寵児となった。さらにここ数年は他団体で活躍、強豪外国人から勝利を積み重ねていく。パワーアップした喧嘩番長が約3年ぶりにシュート対戦を果たす。まあどっちが強いかみたいな、お互い思い切りぶつかっていくような試合ができればいいと思います。もう一度問う、戦いってなんだ。その答えはきっとこの試合にある。アントニオ・カルバーリョ VS 高谷博之。